予選も終わりましたので今日のトップ3を振り返りましょう。フェルスタッペン、ボッタス、そしてアレクサンダー・アルボン。今日はこの辺りでお別れです。明日のレース決勝をどうかお見逃しなく。偉大なるレースの聖地でありかの有名なツール・ド・フランスの開催地フランスへようこそ。19世紀末にモータースポーツの概念を生み出した場所とも言われていますが、それから長い年月が過ぎ今年のレースも始まろうとしています。フランスグランプリいよいよです。ポール・リカールのコーナー数は15、全長は 5.8 キロ、ターン10はアクセル全開ですが、複合コーナーであるターン11への進入に備え注意深くラインを選ばなくてはなりません。ホームストレートとターン8手前のハードブレーキングゾーンでのオーバーテイクにも注目です。スタート前に今日のレースのグリッドがどうなっているか確認しましょう。若きスーパースターマックス・フェルスタッペンがポールポジションからスタート。そしてフロントローのもう一台はバルテリ・ボッタス。残りのグリッドはこのようになっています。アルボン、リカルド、ルイス・ハミルトン、田中、ガスリー、オコン、ノリス、そして松下信春、ストロール、クビアト、カルロス・サインズ、そしてチョウ、ラティフィ、ベッテル、シャルル・ルクレール、そしてニック・デブリース、マグヌッセン、ラッセル、ジョビナッツィ、そしてルイ・デレトラズ。トップでフィニッシュするのは一体どのドライバーになるのでしょうか。ストラップは上出来だ。その調子だ。
すぐピットインだ。ミディアムに変えるぞ。戦略を MFD で確認してくれ。了解だ。バーチャルセーフティー感が入った。スローダウンしてデルタをプラスに保て。バーチャルセーフティーカーは消えたが、グリーンフラッグが振られるまで加速するな。気をつけろ。そろそろグリップが落ちてくる頃だ。
松下がピットに入るぞ。このラップにピットインだ。インラップはプッシュしろ。リリースしろ。今のが最後のストップだ。この先ピットストップの予定はない。チームメイトとのギャップは 4.8 秒。後ろのマシンとの差は 2.8 秒。残る燃料は4ラップ分くらいだ。
エネルギーがたくさん余ってる。オーバーテイクボタンを使え。前のマシンに食いついてる。だが忘れるな、このタイヤで最後まで走るんだぞ。残る燃料は2ラップ分だ。
ない最高の走りだ。最初はどうなるかと思ったが、やってくれたじゃないか。礼を言おう。素晴らしいレースでした。ポール・リカールにて見事な勝利です。教えてください、これほどの圧倒的な勝利になったのはなぜでしょうか。冷静さが大きな要因だったと思いますね。他のチームが浮き足立つ状況でも落ち着いていたからこそ、マシンの性能をフルに発揮させ完璧な戦略でトラブルを回避できたわけです。ああ、選手たちが表彰台に向かっています。レッドブルチームの見事な勝利でした。本日のレッドブルが見せた素晴らしいレースに、私たちの腰は椅子から浮きっぱなしでした。チームを祝福しましょう。さて、本日のラウンドを終え、チャンピオン争いはどうなったでしょうか。マックス・フェルスタッペンは自らのパフォーマンスに満足しているはずです。ランキングトップの座をさらに盤石にしました。今日は素晴らしい技量を発揮したドライバーが何人かいましたが、ドライバーオブザデーは誰でしょう。松下信春です。ではコンストラクターズタイトルに移りましょう。レッドブルがランキングのリードを広げました。今日のようなレースが展開されるなら、今後誰がトップに躍り出ても不思議ではありません。次回のフォーミュラー1のレースもぜひお見逃しなく。大興奮ですが、余裕でしたね。今日は混戦から抜け出すのに苦労しましたか。表彰台を獲得できて興奮されていることと思います。このチームについて何かコメントは。どうも、以上です。
今週のスポンサーからの資金が入ってきて、運営コストに対してだいぶ利益が出ているよ。これなんてどうかね。